はい、こちらがですね、スバルが、7月、今年の7月からですね、デリバリーを開始します電気自動車プラグインステラのコンセプトモデルです。特徴としましては、ボディ形状は今の軽自動車市場の中で一番、売れている形状というんですかね、セタカワゴンタイプになっておりますので、非常に高いユーティリティを持っております。電気自動車であるからといってですね、例えば室内が狭くなってしまうとか、もしくは一部の機能が使えないとかいうことは全くございません。電池ですねの方については、この床下に搭載をしておりますので、例えば乗り組み乗る方の足元に出っ張っていて邪魔とか、そういったことは一切ございません。このモデルでですね、一充電あたり1050モードで 90km の走行が可能になっております。家庭用の 100V のコンセントにつないでいただきますと、8時間でフル充電、 200V だと約5時間でフル充電という形になります。下の方のですね、専用のコネクタをこう取り外しまして、このまま車載に差し込んでいただきます。そしてあとはこのボタンを押すだけで自動で充電が始まります。15分で 80% の充電が可能です。もう鳴ったことがしないですね。そうですね。このままスイッチを切るのを忘れてしまいそうな大の大人が4人乗ってるって感じが全くしませんね。そうそう、この電気自動車のコンセプトがシティコミューターということですので、街の中を走っていただくのがメインになりますが、どうしても都市部というのは信号が非常に多いので、ストップアンドゴーが繰り返されます。そうですね。そういった中ではですね、この発進性の良さ、スムーズな加速というのはストレスなく走る中でですね、非常に大きな要素になりますね。そうですね。